こんにちは。今日は着物の着方を皆さんにお教えしたいと思っております。私、琴の風和同会着物マナースクールの学院長田中美奈子でございます。ここ富田屋は国の登録有形文化財、京都市重要景観建造物、この140年経った歴史のある町屋で着物を教えております。五感を感じながら着物やマナーを学んでいただくという教室でございます。今日は副学院長の駒井とともに着物の着方を学んでください。よろしくお願いいたします。まずは長襦袢、ウエストとか胸元に補正を入れて、しっかりとまっすぐな体にしていただいて、補正をしてから始めたいと思っております。それでは着物を羽織っていただき、そして両方のお袖、長襦袢と沿っているか確認してもらい、肩の線のところをずっと引っ張ってもらって、背中心を整えていきます。襟元を持って背中、背中心と一緒に引っ張ってもらったら、背中心がしっかり揃うと思います。そこから手はずっと下まで下ろして着物をつかみます。そして上までパッとお尻を引き上げて、そこから下のところまで下ろしていきます。そしてまずは表になる方をどこまで行ったらいいかという線を揃えます。そして内側に入る方と交差をいたします。その時、つまをキュッと引き上げて、Aラインにならない着物の形を作りたいと思います。そして上前を揃えていきます。この状態までいったら腰紐を結びたいと思います。腰紐はしっかり、ここがポイントです。腰紐はしっかり結んで、着物の裾を決めていきます。ここがしっかり結べてなかったら開いたりずれたりしてきますので、一番大切なポイントでございます。そうしましたら、上はブラウジングのようになりますので、きっちりと手を入れて整えていきます。そしてこのお箸折り、これも背中心が歪んでないかちゃんと確かめて、それから胸元もしっかりと広襟が重なって、折り目がついているかというところを確かめていきます。襟も長襦袢より少しかぶるぐらいにして、前は少し控えた感じになります。後ろは長襦袢より着物の方がかぶってるものです。そこからこのお箸折りといいます、ここなんですが、二重になっているととてもブワブワっとなってきますので、一重にするために中のお箸折りを引き上げます。三角に引き上げて折り曲げます。そしてここのお箸折りが一重になったところで紐を結んでいただきます。ここは胸下で結んでいただいたら結構です。
そしてその上から紐のところで背中がまっすぐになっているか確かめて、平らにして背中心も合わせていきます。その上から伊達締めも行っていきますが、その前に脇ですね、脇のところがぐちゃぐちゃになっていないか、必ず上から前から後ろにかぶせていく、前から後ろにかぶせてしっかりとシワを取り除いていくということです。襟は指の関節一つ出てるかどうか確かめてください。それから伊達締めで上から結んでいきます。お箸折りが長すぎた場合はここでしっかりと帯の中に入るように調整をしていただきます。その上から帯がくしゃくしゃにならないように前板を この頃こういうゴムのついたものがありますのでとても便利です。これで着物の形は整いました。あと名古屋帯を巻いていきます。名古屋帯は真ん中もしくは少し横に前の柄が来るように一度巻いてみます。そしたらどの辺から巻き始めたらいいかということが分かります。そして端の方を巻いていって二重に巻きます。帯を二重に巻いたところからこの端っこが上に上がっているので上を下に下ろします。そして下ろしたものとこれこの帯の方をクロスしてこの端を前に自分の前に預けます。こういうふうに巻いた状態ですね。でここの柄に合わせて帯枕をいたします。帯揚げも帯枕と一緒にセットしておくことが重要です。ここで柄ができたらこの中はこういうふうにクロスしたものの上に帯枕が乗ってる状況でございます。その上から帯をかぶせてだらりの帯にいたします。そこから仮紐を柄のちょうど大きさこのぐらいの大きさになるといいなと思うところに紐を置きます。そして中に後の部分を中に入れ込んでいきます。真ん中持ってギュッと片手で押し上げます。真ん中をグッとここの線を決めてますのでそこのところを持ってグッと余ってる部分を押し上げ、そしてこの帯指一本ぐらい下に垂れとして残してください。その後紙仮紐を結んでいただく。
そうしたところ横から見るとこういうふうに帯ができるわけです。だらりの帯がこういうふうに中に入ってるということですね。わかりますかね。だらりの帯だったのがここは二重の門がいらない帯がこの中に入っています。そうしましたらちょうどここの一枚の間のところに仮に前に置いた余ってる帯の端をここから手突っ込んでください。自分でここから手突っ込んでいただいて引っ張り出します。そうするとその余った帯のこの輪になった部分が押さえられるわけですね。ちょうどこのもう一方の余った帯で押さえます。そこに帯締めを ここをまたこっちから迎えに行っていただいたらいいですね。帯締めをする、一応間違えるとまただらりの帯になってしまいます。そうするとこの余った部分が全部帯の中で押さえられるということになります。帯締めの締め方です。クロスをして片方を上に上げます。ぎゅーっと縛っていただいて、何度も伸ばして締めていただいて、今度は上から下にクロスをして、そして中に入れてひっくり返したら、きれいにこういうペタッとひっついた形になります。丸の場合はまた違いますけれども、そうしましたら仮紐を解いていただいて、そして帯揚げをきれいに整えていきます。帯枕でしっかり結んでいますので、この帯揚げというのはきれいに見えるようにバランスを考えて、色合いも考えて、きれいに見えるように折りたたんでまいります。またこれも上から下に、縦にして上から下にすると真ん中がとてもきれいに結ぶことができます。残った部分は帯の中に入れていただいたら結構です。はい、こういうふうに出来上がりました。それでは白い襟が着物から指の関節一つ両方出ているかどうかを確かめてもらって、そして中心から真ん中に一本線になっているか確かめていただいたら出来上がりでございます。それではこれから袋帯と言われる二重太鼓の着方を、帯の結び方ですね、ご説明させていただきます。二重太鼓というのはめでたいことは二重に再びという意味がございます。結婚式、そしてお祝い事、おめでたごと、そういう時には袋帯を締めますけれども、物時は重なってはいけないというので、
一重の帯を締めます。これから二重の二重太鼓をさせていただきます。はい、前の柄をまず合わせて柄位置を決めます。はい、このように柄位置を両手で持って柄位置を決めたら前を向いていただいて、余ってる方を二重にしますので二重の長さを決めていきます。そして一重目の方から帯を取って一重目の部分を、短い部分を上に上げておきます。それでは一重巻けました。次二重目をお願いいたします。二重巻いたところでこちらが上になっております。はい、ここまで来ましたらねじります。ねじります。先ほどと同じようにねじります。ねじったらこういう長さの帯が、今度は長すぎるんで、名古屋帯だったらこれで上げましたけど、長すぎるので下から30センチの部分と帯の柄の部分を合わせます。下から30センチと柄の部分を合わせます。そしてまっすぐしたところで帯枕を、はい、こういう形になります。こういう形、ここにはいら、クロスした帯の部分がきます。今度は二重の帯がだらりと下に降りてきます。そして二重の部分はこのぐらいの帯の大きさやなと思ったらキュッと中に入れたらちょうどこういう形になります。わかりますか？この部分を帯の大きさの部分だけ合わせて、ここが二重上げた部分、そして下にこう帯下が来るわけです。こういう形ができたら仮紐といって紐を帯の大きさを決めたら、紐で形を作って前に持って行って結びます。そしたら今度は上が二重になって、二重になっているところに片方から紐の部分に沿って手を入れ、余った手先を中に入れます。こういうふうに折りたたんで中に入ってるのはこういうふうな状況です。はい、
その紐のに仮紐に沿って帯締めも入れていって、この中に余った部分が折りたたまれているものを押さえるわけですね。では紐を、もう仮紐はいりませんので仮紐は取り除きます。そしてあとはきれいに揃ってるか二重に巻きますので、一重目と今回は袋帯です。4枚になってるはずですね。半分折ってますので、その上からまた帯揚げを、まあこういう畳み方も先ほどしていただいたけど、邪魔になればこういうふうに中に入れといたらふんわりとしていい場合がありますので、これで一回預けてみてください。そちらも邪魔になる部分はわんと中に入れて畳んだら、そうしましたらこれで2つクロスしていただいただけでも結構です。別にこれで締めてるわけではないので、クロスして中に入れてもらってそれだけでも大丈夫です。これは結婚式でもお祝い事どこにでも出て行ってもらっても福が重なると言って幸せになる帯でございます。襟は関節一つ両方から白い襟が出ていますか。そしてまっすぐ下に帯揚げのクロスのところがありますか。帯締めのトップが真ん中に来ていますか。確かめて後ろ向いていただいて、後ろは長襦袢より少し着物の方が出ていて、そして横で重なって、そして前で今度は長襦袢の白い襟が出るように出来上がっているか確認をしてください。これで末広を帯に刺して出来上がりでございます。どんだよ。ご質問があればいつでもメールなりお電話でしていただいたら結構でございます。どんだや0754326701までどうぞいつでもご連絡くださいませ。わからないことをお教えいたします。本日はありがとうございました。